こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリダイブ、ライブ配信、始めていきましょう。今回は新たなストーリーをやっていこうと思います。どうしよう、先生とか。うん、ノーマルガチャが引けます。結構悪くないような気がする。クライベイビークリスマスですね。こちらを、やっていこうと思います。あ、まだアドベンチャー。まあ、再出発させます。時間短縮です。で、この辺を温泉だ。ネックレス、選択です。いいんじゃないでしょうか。お、4つももらった。嬉しいな。この先は新鮮、ここにさらなる力を。無理か、やっぱり無理でした。いいな。いや、見せられるのか、明るい未来はあるのか。お、勝ちましたね。2連勝。マナ不足に苦しんでおりますが、まあこちらは甘くない。順位も結構3000台と上がってますからね。すごいな。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。今欲しいのはやっぱりね、マナとジュエルだろうな。ジュエルがこんだけもらえたか。こんだけって言ってもな。うん。じゃあ、ストーリー行きましょう。クライベイビークリスマス。私による陛下のためのクリスマス、それが確実に完成へと向かっておりますわ。今日の視察で陛下のお墨付きをもらえば勝利は確定。クレジット完了していただけること必死必勝大確約。よかったですね。そうですとも、陛下の感動は私のもの。すごいな、もう見せすぎてる。
ベントの準備のみならず、声が。さすがはクレジット様、商人の鏡です。今はあなたの皮肉ですら心地よく聞こえますわ。見てなさい、私がさらなる高みへと至る様を。はあ、私としてはお給料が上がるのでしたら、高みでも地の底でもどちらでもいいのですが。高みじゃないとダメ。地の底とか不吉なこと言うんじゃありませんわよ、このタイミングで。クレジットさん、お、ペコリーヌだ。用意していただいた衣装着てみたんですけど、どうですか？罰ゲーム。陛下、まあ陛下ではあるからな。加わり、まるで女神が降臨したようですわ。確かに。素材もデザイナーも縫製職人も全て超一級を揃えた甲斐がありました。そうなの？陛下の美しさを最高の形で引き立たせてくれてますわね。やるじゃん。今回のイベントの一番の見せ場といっても過言ではありませんわ。ランドソルの人民の心もガシッとわしづかみです。もう褒めすぎですよ。そういうクレジットさんこそ素敵なドレスですね。そうですね。どうしたん、秘書？クレジット様にしては成金趣味抑えめのいいお召し物です。引き算苦手なのによく頑張りましたね。引き算苦手ってよくわかる。たまには素直に褒められませんの？というかあなたもクリスマスくらいドレスアップしたらどうかしら。スタッフユニフォームとして支給してあげますわよ。お、いえ、必要ない限りそういうのは遠慮しておきます。どうしたんだろう。必要ある場合は別途追加のお手当も支給していただければ。なんかドライだな。あなたのドライっぷりいっそすがすがしいですわね。ありがとうございます。こんな優雅なドレス普段あんまり着ないから似合うかどうか心配だったんですよ。いいね。それはどうも。どうしたんですか？そんな苦虫を噛みつぶしたような顔をして。せっかくの賞賛なのですから素直に受け取ればよろしいのでは。少年の賛美に一喜一憂するほど若くはありませんの。少年？そんなことよりも少年だったんだな。少年、やっぱりあなたはいるんですのね。なんだか含みのある口ぶりですね。彼が陛下のおそばにいるのなんていつものことではないですか。普段ならまあまあギリ。あ、少年って主人公のことか。ですが今は時期が悪いのです。時期が悪い。陛下もご存知でしょ。過去のクリスマスにおいて大きな騒動が幾度となく起こったことを。ヤコビオガミなのか主人公は。少年がいたことも。はい、彼からいろいろお話聞いていますから。あ、それはつまりクレジットさんはこの人がトラブルを起こしていると思っているんですね。トラブルを起こしているっていうふうに。そこまで乱暴なことは言いません。少年がそういう人間であることも理解しております。ただ彼にそのつもりがなくてもトラブルが寄ってきてしまう。大切なクリスマスイベントにトラブルが起こるなんて許容できません。演技担ぎと笑っていただいても結構ですが、不安要素は徹底的に排除するのが商売というもの。確かに、まあ、それあるかもな。それは逆ですよ、クレジットさん。なんで彼がいたから問題が起きたのではなく、彼のおかげで無事に解決できたんですよ。そう考えれば彼こそクリスマスを成功させるとっても縁起のいい人に見ますね。さすが主人公。それにこう言ってはなんですけど、いい子ね。ランドソルではトラブルなんて日常茶飯事です。その解決もいいの？王族の務めですから。そのこと言ってしまっていいのか。なんというご立派なお志。そもそもクレジット様がトラブルを起こす側でしたのに、今更そのようなことを言われてもという感じです。
そうなんや。私が悪うございましたわよ。陛下に任せていただいたイベントを無事に終わらせたいあまり少々神経質になっておりましたわ。だからまあ、その少年、あなたには少々悪いことをしましたわね。そう、ならこの話は終わりですわ。ついてくるというならしっかりと自分の仕事をしなさい。それでは陛下、早速視察へ参りましょう。視察？はい、よろしくお願いします。なんだろう、今回のイベントのイルミネーションはおよそ10万の明かりを用いて、夜にはそれはそれは美しく見応えのあるものになりますわ。幻想的で大人な雰囲気は来場者にも必ずや満足いただけるはずですわ。新宿あたりこういう明かりあったよな。あちらの野外ステージでは国外で活躍する楽団と聖歌隊による荘厳なクリスマスコンサートが開かれることになっております。聖夜に響く格調高い音色に人々は王家の神聖さを改めて知ることとなるでしょう。ショップでは私のコネクションを使いプレゼント用のブランド物をお買い得価格で取り揃えておりますわ。いかがですかしら。ご覧いただいたのはまだイベントのほんの一部、他にも様々な催しを準備しておりますわ。正直当初の予算をだいぶオーバーしてしまい、密かに溜め込んでいた裏金もといへそくりから多少の出費は避けられませんでしたが、ですがですが、全ては陛下に最高のクリスマスを捧げるため、このクレジッタ全てを投げ打つつもりでやらせていただきましたわ。ありがとうございます。どれも素敵でしたよ、クレジッタさん。私ではこんなにすごいクリスマスはとても無理でした。きっと町の人にも楽しんでもらえると思います。あー、当日が今から楽しみですね。どうされましたか、クレジッタ様。いえ、陛下のありがたいお言葉に感極まっただけですわ。陛下のお言葉に嘘はない、十分お喜びいただけていますわ。でも生き馬の目を抜くような商売の世界で生きてきた私の目はごまかせませんわよ。なんだって。あれは完全にはご満足いただけていない顔ですわ。考えすぎだよ。クリスマスイベントとしては我ながらこれ以上のものはないと自負するレベルですのに、本当の意味で陛下を満足させられるクリスマス、誰にも真似できない特別なクリスマスを陛下に捧げるには一体何が必要だというのかしら。あれ、今何か聞こえませんでしたか。クレジッタさん、確かこの辺りから聞こえてきたような。なんだ、勘違いであってくださいませ。今トラブルなんて絶対絶対。どういうこと。捨てを。クレジッタ様、あちらの方からです。ええ、分かっていますわ。行きますわよ。トラブルは見つけ次第即解決。イベント視察に戻りますわ。捨て子かな。信じ
しかも冬やん、めっちゃ寒いやん。この町で間違いないのか、エージェント Q。間違いないよ。今度は何？謎の工具。奴はこの町にいる。ならば急ぐとしよう。人の手に渡ると厄介だからな。なんか赤ん坊がなんかイデオンみたいに鍵握ってんのかな。フライベイビークリスマス、かなための幸福なる日。うん、チケット3つ、ジュエルをいただいた。クレジットさんが用意してくれた衣装すごいですね。これを着ているとまるでお姫様みたいに見えます。まあ私本物の王女なんですけどね。確かに。解放済みってなんだろう。イベントストーリーはこれ進められないから、イベントクエストを行います。この辺のクラスでなんか戦えないかな。出陣です。さあ、バーミリオンファイト、バーミリオンファイト、誰も死なせない。バーミリオンファイト。いいですね。ミニオンファイト本当響くな。この鎧は伊達ではないぞ。伊達ちゃん。うん、水着魔法少女の力よ。日陰の鍵に入られないんですよ。さあ、バーミリオンバイト、バーミリオンバイト、新年のシャドウ、バーミリオンバイト。これでも喜んでそうです。バーミリオンバイト。
こんだけバーミリオンバイト打つんだ。さすがわらわ、そういったところじゃな。いいよな、丹下さくら。ほら。強い。お役に立てたでしょうか。最終クエストなんだこれ。あれ10個やったっけ、15個じゃなかったっけ。たくさんもらえた。純の絆ランクアップした。いかがかしらこのドレス。陛下に恥など欠かせないようシックで優雅にコーディネートしましたわ、うん、え、もっとよく見たい。あなたにもこの服の価値がわかるよ。近づきすぎですわよ。受け取ることができる報酬があるようです。確認してみてください。先に進めないよね。まあ毎日がクリスマスだ。ジェルも少しずつ増えてはきてるが、ちょうどゴール、ぴったりゴールですね。さあ見てもらいます。これは何だろう、分からん。やりましたね、大満足です。もう11,800も得た。マイルを獲得。全部買ってもいいぐらいだな。まあアイテムがあれば別に買わなくてもいいしな。アビス棒、ムーンセスタス、感じかな。
ナナカって誰だっけ。名前で検索できないのかな。才能界から今星になりましたね。落ちるよな今の現時点では。落ちた装備を才能開花する。そうかもしれない。お、もうすぐですじゃないですか。これで才能開花で星3までになりましたよ。ちょっとやっぱりこうなるとやっぱりいい装備を十分戦力になってくるんで、いい装備をつけさせたいですね。お金がないんだよな。結局マナ不足っていうのが地味に影響してくる。赤ん坊の世話など私には無縁なものだと思っていましたが、世の親御さんたちの苦労が身に染みましたわ。これは早急に子育て便利グッズをもっと流通させるべきです。
異物。あれ？じゃあイベントストーリーいきましょう。第1話。ママ誰が抱っこしても同じですわ。それにしてもこの子見たところ怪我も汚れもありませんし健康状態も良さそうですわね。まるでつい今さっきここに置かれたみたいな感じがしますわ。それはあるな。この子の親がまだ近くにいるかもしれませんね。ありそう。親かどうかは分かりませんが。ああそうか。おや、クレジッタ様が探すのではないのですか？私は商人ですわよ。人探しなんて専門外もいいところ。それにナイトメアの詰め所に迷子の届けが出ているかもしれませんわ。そうだね。そういうわけです。あなたはこっちのお姉さんについていきなず。え？なんでそうなるんだ、めんどくさい。やだな。そこ、どこだろう。重いからな。お気楽なものですわね。あなた状況分かってらして、せめてお名前くらい言えませんの？身元を示すものが何もないまま保護者を探すなんて。そうか、辛いな。気が遠くなりそうですわ。気が遠い話。なんかいい方法ないものか。リッチ、リッチ、お？なんだろう。じゃあリッちゃんですね。お名前言えてとっても偉いですね。リッちゃん、今度は私の名前呼んでくれませんか？ペコリーヌ、ペコリーヌですよ。ティアラ。ペコリーヌ。上手に言えましたね。リッちゃんとってもお利口さんです。それじゃあクレジッタさん。呼んであげてください。クエイタ。ちょ、おやめなさい。こら、あんまりくっつかないで。こうだ。そんなところ探したって何も出やしませんわよ。そんなところとは。天才です。本当に可愛いですね。そんなお利口なリッ
ちゃんはクレジットさん大好きって言えるかな。ん、陛下、悪ノリが過ぎますわ。私さすがにそろそろ怒りますわよ。すみません、いつもと違うクレジットさんがちょっと可愛らしくて。可愛らしい、私がですか。はい、なんだか普通の可愛いお姉さんみたいですごく安心するんですよ。へえ、普通のお姉さんですか。そこに疑問を持つんじゃありませんわ。普通ではない。私に安心感を抱いてくださるなんて、下手な褒め言葉よりよほど嬉しいではありませんか。赤ん坊の相手をするだけで陛下の心象が良くなるなんて悪くない誤算ですわね。信じられない。最初は疫病神かと思いましたが、実はこの子クリスマスに舞い降りた幸福の天使だったりして。それはないな。私にしてはちょっと思考が乙女すぎましたわ。でももしあなたが本当に天使なら、私ではなく陛下の幸福を叶えてあげてほしいものですわ。いいね。陛下が心の底から笑顔になれる幸せなクリスマスを。はい。あれれ、りっちゃんとってもご機嫌ですね。そんなにクレジットさんのそばがいいんですか。子供に懐かれたところで一ルピの得にもなりゃしませんわ。確かに。その割にクレジット様もご機嫌な様子ですが、おだまり秘書一号、この眉間のシワが見えませんの。置き去りの真相がどうであろうと、所詮は赤の他人の子。下手に情など移ってしまわないうちに親を見つけましょう。悪い予感はしておりましたが、やはり簡単にはいきませんわね。でもりっちゃんのためにもここは頑張りどころを。あれ、いい匂いがしますね。屋台がたくさんある方からですね。あ、ええ、イベントの屋台が料理の最終確認をしているところですわ。陛下といえばやはり食ですから、当然力を入れておりますわ。高級ケーキの販売や厳選素材のクリスマスメニューはもちろん、各国の珍しい料理も屋台で手軽にいただけますので、どうぞご期待くださいませ。それは想像しただけでよだれが。ところでクレジットさん、はい、陛下が視察兼試食できるように各店に通達済みです。ですがくれぐれも食べ過ぎにはご注意を。本番はまだ先なのですから。はい、気をつけます。早速行ってみましょう。りっちゃんでも食べられそうなのがあるといいですね。チキンはもちろん、他国のクリスマス料理も最高でした。でも美味しかった分ちょっとしか食べられないのが切ないです。ああ、すでにカネロニやユール進化が恋しい。歩き回ったせいか普段より空腹になるのが早いご様子ですわね。大変申し訳ありませんが陛下、あくまでここは試食ですから、どうか城に戻るまで耐えてくださいませ。おい、クレジットさん、ちょっといいかい。あれはこの一帯の屋台の顔役を任せた店主ですわね。血相を変えて何か問題でも。ああ、問題というか異変というか、材料の量が合わないんだよ。注文書と見比べてみても大幅に。大事じゃありませんか。不足があるなんて許されませんわ。急いで追加の手配を。いや、足りてないわけじゃなくて、むしろ逆で、食材が発注数よりもはるかに多くて。何よバカなことを。搬入時にお互いちゃんと確認しましたわよね。なんで今になってそんなこと。それはこっちが
きたりよ。ついさっき視察でクレジッタさんと陛下が来る前までおかしいところは何にもなかったんだから。それにこれはうちだけじゃなくて出店してる屋台全部で起こってるんだ。ああ参ったな。人手を予測して仕入れてるのに足りないのは困るけど余らすのもまずいよな。ええ、これは商売人として大問題ですわよ。何かいい手立てを考えないと。あの、それなら私がお手伝いできると思いますよ。すみません、おかわりお願いします。はい、喜んで。急げ急げ、陛下がお待ちだ。バンバン焼いてけ。おい、見ろよ、陛下自ら大食いイベントのデモンストレーションやってるぞ。すげえ速さで料理が皿から消えてくぞ。こいつを見逃す手はないぜ。本当に陛下の食べっぷりは見ていて気持ちがいいね。皆さん、クリスマスイベントには美味しいものがいっぱいありますので、ふるってご参加ください。陛下のおかげでどうにか過剰在庫は片付きそうですし、イベントの告知もできました。結果として一石二鳥といったところですわ。それにしても不可解ですね。食材が盗まれるならともかく、増えてしまうなんて聞いたことがありません。追加請求が来なければいいですけれど。考えても仕方ありません、というより考えたくありませんわ。確かに額面は痛いですが、ミスした業者の追及も必要ですわね。この子の問題が解決したら改めて調査しましょう。陛下、頑張れ。おやおや、お隣の坊やじゃないの。今日はこのお姉ちゃんとお出かけなのかい？お家の人は何か急用かね。ちょっとあなた、この子のことご存知なんですの？一体どこのどなたの家の子なんです？ああ、うちの隣の若夫婦の子だよ。っていうか、あんた知らないでこの子預かってたのかい？いえ、実は路地裏で一人でいたところを保護して親を探していたところです。なんだって、それは本当かい？知っているというのなら好都合ですわ。早速で悪いのですが、親元に案内してくださいな。うん、それは構わないけど。何か引っかかることでも？いや、まあ言ってみるのが一番手っ取り早いね。いいよ、ついてきな。はあ、これでようやく肩の荷が下りるというものですわ。陛下、この子の親が見つかったので引き渡してまいります。え、本当ですか？私も行きます。あ、すみません、お土産用にいくつか包んでもらえますか？ここがこの子を置き去りにしたやつのハウスですわね。けっちぎちに問い詰めて罪を償わせてやりますわ。あんた、ちょっとその子の顔隠しといておくれ。あんまり混乱させると悪いからね。あ、どういう意味ですの？こっちは置き去りにしたこの子を完全に突きつけてやりたいのに。こんにちは、隣のもんだけどちょっといいかい？忙しいところ悪いね。この人たちがちょっと用があるみたいで案内させてもらったんだよ。もう一体どのようなご用？そちらにおられるのは陛下？失礼しました、私ったらこんな。あ、いえ、お気遣いなく。こちらこそごめんなさい、急に押しかけたりして。それより、あなたの抱いている赤ちゃん。くんちゃん、くんちゃん、おぴゃぴしゃ。あ、
かぬことをお伺いしますが、あなたが抱いているその赤子は？はい、私の子です。去年生まれた初めての子で、やっとお話が少しできるようになってきたんです。ところで、御用というのは？ああ、いえ、急に訪ねてきて申し訳ありませんでした。それでは私たちはこれで。バイバイ。あら、もういいんですか？あの、あなたもお母さんなんですね。子育てって大変なことばかりですが、新米ママ同士頑張りましょうね。違いましたよ。お邪魔いたしましたわ。失礼いたします。りっちゃんの顔を隠しておいて正解でしたね。自分の子そっくりの赤ちゃんを見たらどれほど驚かれたか。おかしいと思ったんだよね。お隣さん夫婦はあの子を本当に大事にしてたからさ、路地裏に放置するなんて絶対にありえないんだよ。ではこの子は一体誰なんですの？非常に厄介なトラブルのようですわね。ああ、肩の荷が下りるどころか大量の鉛を飲まされたみたいに気持ちが沈みますわ。元気を出してください、クレジット様。硝酸などいかがです？鉛がスーッと溶けますよ。その前に胃袋が破裂して死にますわ。ストレスで本当に胃痛が。さて、KO 寸前のクレジット様はさておき、状況は振り出しに戻ってしまいましたが、今後はどういたしましょう？クレジットさんが困っちゃうの分かります。私も全然理解が追いついていません。でもだからといって放ってはおきません。りっちゃんのためにできる限りのことはしたいです。なので皆さんさえよければ、ご両親探しを続けませんか？陛下がそうおっしゃるなら従うほかありませんわ。それにこの子もまだ離れてくれそうにありませんし。だっこ。はいはい、仰せのままにですわ。あら、お、サレンじゃないか。人たちがいると思ったらペコリーヌさんじゃない。私は子供が多いからクリスマスは毎回大ごとよ。サレン、確か元ナイトメア副団長で今は救護員を預かる。その一方で実業家としても頭角を現してきている。実家も一商家から貴族になったやり手のはず。すごい。確か砂漠の国の王族ともつながりがあるとか。こういう方とお付き合いをしてほしいものですわ。ごきげんよう。こうして直接ご挨拶させていただくのは初めてなのか。私、ユースティアナ陛下一の進化、クレジッタキャッシュと申しますわ。ユースティア、そうだな。もしかしてリッチモンド商工会の？いろいろと話は聞いてたけど、お子さんがいるというのは初耳だわ。違いますわ。これには深い事情がありますのよ。なるほど、それは本当に深い事情ね。最初は置き去りなんて許せないって思ってたけど、どうにもそれだけじゃなさそうな感じだな。そうなんだ。そのあたりの謎もりっちゃんの親が見つかれば解けると思うんですが、サレンさん、りっちゃんについて何か心当たりはありませんか？
ご期待に添えず申し訳ないわ。でも後でうちの子たちや知り合いにも当たってみるわね。いいね、子供はクリスマスは幸せに過ごさなきゃダメなんだから。助かりますわ。こういうのはやはり人海戦術がものを言いますからね。それにしてもランドソルのクリスマスってどうしてこんなにトラブルが起きるのかしら。そうなんだ。確かに商談の場かと思ったらお見合いイベントだったし、おまけに悪党の悪巧みに巻き込まれてひどい目にあったし。話には聞いてましたけど本当に大変だったんですね。それはもう。でもそういうトラブルも含めていい思い出よ。すごく楽しいクリスマスだったのは間違いないわね。さえ、さえ。あれ、もしかして私のこと呼んでる？タッチ、タッチ。なーに、タッチしてほしいのかしら。かわいいわね。はーい、タッチ。喜んでもらえて何よりだわ。それじゃあそろそろ行くわね。あら、なんだかあっちの方が騒がしくないですか。人だかりもできて。何かイベントでもやってるんでしょうか。いいえ、今日はまだ準備の日、イベントなんてありませんわよ。さっきの陛下の大食いイベントは予定外中の予定外です。だとすると突発的な揉め事かもしれませんね。もう本番はまだ先だというのに何なんですの。これ以上の厄介事は困りますわ。こうなったら私自らガツンと言ってやりますわよ。ん、なんだ、なんですのこれ。若者があんなにたくさん。見たところあの紳士っぽい男が首謀者みたいですわね。集まった若者の浮ついた感じ、絶対に不埒なイベントですわ。私の企画したクリスマスにはふさわしくありません。ね、ねえ、私この光景見覚えがあるんだけど、嫌な予感がするわ。それでは皆様、ボーツね、準備はよろしいでしょうか。財力、地位、名声、選び抜かれた若き100名の男女が本気で運命の相手を探すお見合いイベント、デビュタントシャングリラを開催いたします。はあ、それ本当ですの。届け出もなく勝手に街中で開催だなんていい度胸してますわね。ちょっとあなた、私もとい王宮に断りもなく勝手にこんな大きなイベントなんて開かないでくださる。待って、クレジッタさん、これちょっとおかしいわ。え？おかしいとはどういうことですの？ローズメンのセリフ、参加者の顔ぶれや服装、当時と全く一緒だわ。新たに開催されてるとしたらちょっと不自然よ。それってつまり、信じたくはないけど、あの時のデビュタントシャングリラが再現されてるってことかしら。本当ですか？正直頭がおかしくなりそうですわ。ですが極めて異常なことが起こっているということだけは分かりました。下手に巻き込まれでもしたら厄介ですわ。陛下、一刻も早くここから立ち去ります。あの、私参加してみたいです。え？すみません陛下、今なんと。前にお話を聞いて以来ずっと気になってたんです。クレジットさん、私ちょっと参加してきます。参加してきますじゃねえんですわ。一体全体どういう意味か分かっておりますの。一国の王女ともあろうお方がお見合いイベントなんて。誤解です。別にお見合いに興味があるわけじゃなくて、いろんな競技に参加できるって聞いて楽しそうだなって。
箱アタックですか。それでもやはり得体の知れない現象に首を突っ込むのは承服しかねますわ。でもこれは過去の出来事の再現なんですよね。なら経験者のお二人なら何が起こるのかも予測がつくはずですよね。それはまあそうだけど、陛下は止まる気配がありませんし、いかがでしょう。お二人とも陛下と共にイベントに参加してもらえませんか。まあ、あんたが参加するなら私は別に。ペコリーヌさんはそれでいいかしら。もちろんです。みんなで参加した方が絶対楽しいですよ。ちょっとちょっと、勝手に話を進めないでもらえます。いいえクレジッタ様、これはチャンスですよ。クレジッタ様も参加して一緒に楽しみ、同時にお守りすれば陛下の心象もきっと良くなるはずですよ。いえ、その手には乗りませんことでしたよ。まったくあなたはいつもいつも口先ばかりお達者なんですから。ですがですが、陛下をお守りするならば参加もやむなしですわね。基地の出来事とはいえ奇怪な現象であることに変わりはありません。どうかお気をつけて。ところで秘書1号、あなたは参加しなくてよろしいんですの。はい、こういう俗っぽい催しは疲れるので遠慮いたします。どうか私の分まで頑張ってくださいクレジッタ様。私はその辺でお茶でもしながら見守ってますので。あなたのそのドライさ、乾物にでもなるつもりですの。まさかまたあのイベントに参加することになるなんてね。さすがに予想できないわよ。あんたは何一つ悪くないじゃない。謝る必要なんて全然ないわよ。それに前はあんたと別チームだったからちょっと嬉しかったりって、なんでもないわ。さあ雪合戦に集中するわよ。前は秋野さんのチームに負けちゃったから今回は。それそれ、どんどん行っちゃいますよ。クレジッタさん、雪玉の準備は。こちらに全て整っておりますわ。いくらでも補充しますので、陛下は敵を撃つことだけをお考えください。さすがクレジッタさん、頼りになりますね。このクレジッタ、陛下のためなら雪玉の用意くらいお安いご用です。もちろんいざとなればこの身を挺して陛下をお守りすることを誓いますわ。お気持ちは嬉しいですが、弾が当たると失格になっちゃうので、クレジッタさんも逃げてください。秘書1号の口車に乗せられてしまいましたが、結構いい感じじゃありませんか。遊びとはいえ陛下に頼られお役に立てている、こんな嬉しいことはありませんわ。大きい大きい。あら、あなたも雪玉作りたいんですの。仕方ありませんわね。ほら、これで作って陛下に献上なさい。りっちゃんの手まで借りたのなら絶対に負けませんね。さあ一気に攻め立てちゃいましょう。あっちは何の問題もなさそうね。雪合戦楽しかったですね。こういう遊びってあまりしたことがなかったので新鮮です。イベントのコンセプト無視でただ雪合戦を楽しんだだけだったけど、ペコリーヌさんにはそれで良かったみたいね。お次は確か料理対決だったわね。幸せな食事をテーマに協力して料理を作っていただき、ランドソロで暮らす20名のお客様に皆様の作り上げた愛を振る舞っていただきます。料理対決ということは
私の腕の見せ所ですね。極上の魔物料理を作ってみせますよ。ちなみにジャンクフードから宮廷料理までどのジャンルに挑戦いただいても問題ありません。まあ魔物料理だけは控えていただければ幸いです。そんな、そんなに落ち込まないで。それにほら、これって当時の再現で、結局勝ち負けも意味がないから、好きに作っても問題ないと思うわよ。いえ、こういうのはルールの中で試行錯誤するのが楽しいんです。ルールを無視して好き勝手しては本当に楽しんだとは言えません。たとえこのイベントが幻だったとしてもです。ごめんなさい、野暮なこと言っちゃったわ。それじゃあ魔物料理以外で美味しいもの作りましょうか。はい。でも幸せな食事となるとどんなものがいいんでしょうか。ねえ、よかったら私のとっておきの家庭料理はどう。前はいろいろごたついてちゃんと作れなかったから。わあ、それいいですね。サレンさんのお料理食べてみたいです。なあなあ、まあな、もしよければなのですけど、この子の離乳食もついでに作れたりなんかはしませんわよね。一応テーマが幸せな食事なので、この子だけご飯抜きなのはちょっとどうかなと思いまして。素晴らしいですよ、クレジットさん。お母さんの自覚が出てきましたね。別にそんなんじゃありません。そうですわ、空腹で泣かれたらめんどくさいってそう思ったまでのことでしたよ。はいはい、いっぱい食べて大きくなりなさい。私の知らぬところでね。ええ、そうね。みんな念のためここから離れて。爆発するわよ。え、爆発？人的被害はなかったから大丈夫だとは思ったけど、やっぱりヒヤヒヤしたわね。あなたたち、とんでもないクリスマスを経験してたんですのね。残念だけど、これで終わりじゃないの。前のイベントが再現されているなら。わあ、本当に来ました。大きいですね。いや、だからどんなクリスマスですのよ。安心して、あれを倒せば終わりよ。クレジットさんは赤ちゃんを連れて下がってて。ここは私たちにお任せください。確かに子連れでは足手まといですわね。どうかお怪我などされないように。うわね、これで終わりということですの。
まあ、あの後いろいろあったけど、ローズメンまで消えちゃったらここまでね。それにしても何だったのかしら、これ。過去の再現なんて普通の人間にはとてもじゃないけど不可能よ。もしや陛下を狙う資格の現実なのでは。だとしたら、わざわざ過去のクリスマスの再現なんて回りくどいことをしないと思うけど。まあいいじゃないですか、こんな楽しいクリスマスを味わえたんですから。私的には結果オーライです。しかし陛下、たとえ後に何も残らない現実だとしても、私の中には楽しい思い出が残りました。この思い出は消えることのないプレゼントですよ。ペコリーヌさんがそう言うなら、私から言うことはないわね。なんだかんだ言って私も楽しかったし。そうですわね、陛下が楽しまれたことが一番ですから。でも私が準備したクリスマスイベントでは陛下をここまで楽しませてあげられませんでしたわ。なんだか悔しくて腹立たしいですわ。いやー、さっきのイベントすごかったな。クリスマスの本番前だってのにあんな大掛かりなことするなんてな。陛下自ら話題作りとは恐れいるよ。でも王家主催でお見合いイベントとかちょっと変じゃね。っていうか前にも同じのやってた気がするけど。どうやらすでに何かが起きたようだね、エージェントクイーン。ああ、やつの仕業かもしれない。調査を続けるぞ、エージェント Q。これだけ聞き込みしても手がかりなし。やっぱり簡単には見つかりませんね。私たちは探偵ではありませんから仕方ありませんわ。地道に聞いていくほかないでしょう。しかしここまで全然手がかりがないとは思いませんでしたわ。この子本当に何者なんですの？あれ君、それにペコリーヌさんも。のぞみさん、チカちゃん、お久しぶりです。女神の祭典以来ですね。お久しぶりです、ペコリーヌさん。いつぞやはお世話になりました。私は何もしてませんよ。あれ、そういえば今日はつむぎちゃんはいないんですね。つむぎは衣装関係の仕事でここ数日ずっと缶詰状態なんだ。だからチカと差し入れを買いに来たんだよ。そうなんですね。お仕事じゃ仕方ないですけど、ちょっとお会いしたかったです。そういうペコリーヌさんもお仕事ですよね。あなたもお疲れ様です。私たちも少し見て回ったけど、今回のクリスマスはすごく豪華なんだね。ちょっと大人の雰囲気？結構好きかも。あ、クレジットさん、秘書さん、こちらはカルミナののぞみさんとチカちゃんです。ごきげんよう、クレジットキャッシュと申します。陛下の随一の中心にしてこの国の行政を任せていただいておりますの。アイドル活動に関して何か協力できることあればご相談くださいませ。ありがとうございます。赤ちゃん連れてお仕事なんて、お母さんってやっぱり大変ですね。また間違えられましたわ。この子は私の子供じゃありませんのよ。なるほど、そのような事情があったのですね。子供の置き去り、飢える食材、
同じ顔の赤ちゃん、そして過去のクリスマスの再現。わけがわからなすぎてちょっと頭が混乱しそうですよね。私もそうなんです。でもまずはりっちゃんをどうにかしてあげたいんですけど、お二人とも何か知りませんか？ごめんね、心当たりは全くないな。すみません、私も。仕方ないですよ。でも一番わからないのはクリスマスイベントの再現だよね。誰が何のためにそんなことしたんだろう。もし私のクリスマスの事件が再現されてしまったら、思い出すだけで震えが。え、チカちゃんのクリスマスはどんな感じだったんですか？ダメ、言っちゃダメです、絶対に。確かにあれは人には言えないかもね。でも大変さで言ったら私の時も相当だったけどね。ドタバタ劇ってこういうこと言うんだろうなって感じだったよ、本当に。それじゃあお二人のクリスマスはあんまりいい思い出じゃなかったんですね。おう、それは違うよ。あんな強烈な思い出そうそうないもの。最高のクリスマスだったよ。はい、確かに大変で思い出したくないこともありましたが、私にとってとても楽しいクリスマスだったのは間違いありません。いや、無理、たち、たち。え、急にどうしたんでしょう。私たちを呼んでいるのでしょうか。やっぱり赤ちゃんって可愛いね。はい、タッチ。サービスで握手もしちゃおっと。大きくなったらライブ見に来てね。未来のファン獲得に向けてのアピール、さすがですね。それでは私もタッチ、そして握手です。あれ、こんな光景前にも見ましたわね。あれは確か、そう、サレンさんにも同じことしていましたわよ。そしてその後すぐにあの騒動が起こっていたような偶然ですわよね。おや、急に暗くなりましたね。雨が降ると困りますから移動しませんか。ああ、これはまさかね。あっ、みんな気をつけて、雨雲じゃなくてプリンだよ。な、何を言って。うわあ、空に大きなプリンが浮かんでますよ。美味しそうですね。みんな逃げて、プリンが降ってくるよ。うわ、大変です。クレジット様がプリンに飲まれて欲しい人を亡くしました。勝手に追悼モード入ってるんじゃありませんでしたよ。よかった、ご無事でしたね。まあ知ってましたけど。最悪ですわ、町も私もプリンまみれで、むせ返るような甘い匂い、クラクラしますわ。ふむふむ、皆さんこのプリンなかなかですよ。大きなプリンって憧れだったんですよね。おやめください、陛下。地面に落ちたものを食べるなど。ああ、せっかくの衣装がプリンでベトベトに。プリンまみれのクレジットさんも美味しそう。美味しいわけがありませんですわ。りっちゃんはどうにかプリンを免れましたけれど、
私も直撃ではありませんが、スカートがプリンまみれになってしまいました。これはきついですね。お風呂に入りたくなります。お風呂、そういえばあの時も。今度は何なんですの。やっぱり湧く場所は違うけど、これは温泉。私が体験したクリスマスの再現だよ。でもこれはナイスタイミングです。おかげで街も服も洗い流せましたね。全然ナイスじゃありませんわ。こんな濡れネズミで外にいたら風邪をひいてしまいますわよ。こういう時は体を動かせばポカポカになりますよ。体を動かせばか。ペコリーヌさん、多分それ叶うと思うよ。それもあまり良くない形で。え？なので分かります。この人はフォギーに記憶を奪われています。フォギーって何ですか。フォギーは記憶を操る精霊です。前のクリスマスで私も記憶を奪われ、獣のようになったり幼児対抗したりと散々でした。なるほど、それは話したくないのも納得がいきますわね。裏若き乙女にはトラウマものですわよ。いきなりどうしたんですの。子供じゃないんだから泣くのはおよしなさい。クレジット様、今の彼は体は青少年、頭脳は子供なんです。もっと優しく接してあげてください。冗談じゃありませんわ。赤ん坊の相手ならともかく、幼児化した青少年なんてこの世の地獄ですわよ。コッコロさんでも呼んできなさい。ほら、クレジット様が大きな声を出すから。さあ、コ
ここまで培ってきた育児スキルを見せるときです。ファイト、ママクレジッタ。だからその呼び名はおやめなさいって。とっく仕方ないですわね。ほら、もう泣くのはおよしなさい。あなたは強い子ですわよね。もっとお母さんみたいに言ってください。ほら、いい子だから泣きやみましょうね。いい子いい子。大概にしなさいよ。最近ちょっとはマシになったかしらと思ってましたのに。クレジッタさん、落ち着いてください。みーちゃん、泣いちゃめーよ。みーちゃん、みーちゃん。かわいい。はい、とってもかわいいですね。もう少しこのままじゃダメでしょうか。それはあまり良くないのですが。大丈夫、大丈夫。これは反則です。召喚師の使命を逃げてこのまま遊び続けてしまいたい。冷静におなりなさい。いいですか、あなたたちにコッコロさんのような無償の献身をこの薄らでかい赤ん坊に注げますの。それは確かに私にはコッコロちゃんみたいに尽くしきることはできそうにもありません。分かっていただけて何よりですわ。さてチカさん、そのフォギーとやらの対処法ご存知ですわね。はい、フォギーを倒せば元に戻ります。そのためにはどこかに隠れているフォギーを見つけなくてはいけません。前は確かアヤネちゃんのハンマーの中にいたんだよね。はい、そのおかげでプー吉さんが押し出され見つけるきっかけになりましたね。では今フォギーは。すみません、居場所を断定するには至らず。それで十分ですよ。チカちゃんが教えてくれたおかげですぐに対応できるんですから。お気遣いありがとうございます。でもボギーは必ず近くにいます。何らかの物体に入り高みの見物を決め込んでいるはずです。物体、高みのですか。ねえ、悪いやつって高いところにいがちじゃない。そういうところからこっちを見下ろしてるイメージあるよ。この町の高いところだと、もしかして王宮でしょうか。さすがに王宮では距離が遠すぎます。もっと近くで高いところにあるもの。それってもしかしてあれですか。なるほど、ツリーの星飾りですか。この近辺で高くて目立つところ、可能性は十分にありえます。もしあれに入っているなら、壊せばフォギーはきっと姿を現すはずです。よし、それならパパッとやっちゃいましょう。お待ちください陛下、あれはただの星飾りではございません。職人の手で作られた替えのきかない一点物、推測だけで壊すのは尊敬でも。だいやー、貴重な星飾りが出てきました。チカちゃんの読み通りでしたね。正体を表したらこっちのものだよ。やろう、チカ。はい、忌まわしき記憶の大精霊フォギーよ、再び眠りにつきたまえ。フォギー撃破しました。どうですか。よかった、も
挙し、またフォギーと戦うことになるなんて思いもしませんでした。だよね。本当に何が起きてるんだろう。また悪い人の仕業だったら嫌だな。確かに、わからないことだらけで不安はありますよね。でも、おかげで皆さんの楽しいクリスマスにちょっとでも参加することができました。そこは感謝してもいいかなって思います。まあ、前ほどひどいことになってないし、ペコリーヌさんが楽しそうだからいっか。そう楽観視していいものではありませんわ。私どもの行く先々でたびたび起こる不可解な現象、これはもう偶然では片付けられませんわね。そしてこの現象を起こしているのはクエイカ。考えたくはありませんわ。この子が原因かもしれませんわ。ねえ、あなたは一体何者なんですの？え？まったく、すっとぼけた顔してくれちゃって。今回の異変は全てこの子と一緒に行動してから起こっている。それにこの子がサレンさんたちの手に触れてから彼女たちのクリスマスの再現が始まっていますわ。企んでおりますの？それとも無意識にやっていらっしゃるの？いずれにしてもこの子が危険なことに変わりはありませんわ。一連の騒動はあなたの仕業？あなたの狙いは陛下なんですの？もしかしたら本当にただの赤ん坊かもしれません。でも陛下に危害が及ぶ可能性があるのなら、私自身の手で決着を。クレイッター、クレイッター。想定外ですわ。私としたことが情が湧いてしまうなんて、秘書一号に知られたらバカにされてしまいますわ。でもこのままではいけませんわ。少なくともこのことは離れるべき。でもアマちゃんの陛下はきっと反対されることでしょう。ですから陛下、提案がございます。クレジット様、何でしょう。改まって、一連の現象の元凶、それはこの赤ん坊だと思われます。早急にしかるべきところに引き渡すことをご提案いたします。まるでお姫様みたいに見えます。まあ、私本物の王女なんですけどね。一連の怪現象の元凶はこの子だと申しているのです。だってりっちゃんはまだ赤ちゃんですよ。そんなことできるわけが。では陛下は一連の現象は全て偶然だと、偶然起きたクリスマスの再現全てに偶然巻き込まれたとおっしゃるのですか？それは正直断定することは難しいです。ですが、警戒するに値する疑いをこの赤ん坊は持っていますわ。残念ですが、親探しはここまで。これより先は
ナイトメアなり専門家の領分です。でもここで放り出すなんてあまりにも無責任ですよ。陛下、慈悲深いのは大変結構ですけれど、陛下は勘違いされてますわ。最初から私たちに責任などありませんし、それは私たちの仕事ではございませんわ。皆さんもそう思ってるんですか？私も赤ちゃんのせいだなんて思えないよ。でもおかしなことが起こってるのは確かなんだよね。今はクリスマスの再現で済んでるけど、もっと大変なことが起きるかもって思うとちょっと不安にはなるよね。私も赤ちゃんをどうこうしようとは思いませんが、実際トナカイやボギーが現れていますからね。警戒は必要だと思います。ユースティアナ陛下、私は陛下の寛大なお心に心酔し、これまでお仕えしてきましたし、これからもそうするつもりです。しかしその寛大さが間違った形で出されるのであれば、私はそれをお止めいたしますわ。陛下の御身に危険が及ぶのなら、それを防ぐのが臣下の役目。たとえそれが非情と取られようとも、私は陛下をお守りする道を選びます。クレジットさん。少年、ひとまずこの子のことあなたにお預けいたしますわ。陛下もいきなり言われて混乱されているでしょう。一旦席を外しますので、その間にご自分の立場を今一度よくお考えくださいませ。お優しい王女様。ん？私にお任せください。どうかりっちゃんをお頼みします。それと、はい、分かってます。だからクレジットさんのことお願いします。クレジットさん、きっと私のためにあえてきついことを言ってくれたんだと思います。あんなこと言わせてしまうなんて、王女としてまだまだですね。だからちゃんと話さないといけません。りっちゃんのこと、そして私たちのことも。やっちまいましたわ。陛下にあれほど嫌味な上申をするだなんて。でもでも、あの場合は仕方なかったんですわよ。私以外誰が悪者になって陛下に物申せたというんですの。私はよくやりましたわ。でも確実に陛下に嫌われてしまいましたわよね。こんなにもお慕いしているのに嫌われるのは辛いですわ。これできっと行政長官の座からもおさらばですわね。さよなら。ああ、まったく情けないったら。先ほどの毅然な態度はどこに売り飛ばしてしまったのですか。秘書一号、陛下は今皆さんでりっちゃんをあやしています。ママジッタがいなくなったせいでなかなか泣き止んでくれませんが、それは悪うございましたわね。それであなたはそんな私を責めに来たんですの。陛下に盾つき赤ん坊を悲しませた私を。別にクレジッタ様は何も悪いことはしてませんよ。しっかりとご自分の仕事をされていると思います。秘書一号、急に優しくてなんだか怪しいですわね。ガチへこみしているクレジッタ様は面白くも何ともありませんから。ま、私がおせっかいしなくても勝手に立ち直るかとは思うのですが、とはいえクリスマス本番まで時間もありませんし。さあ、いじけるのはもうおしまいです。陛下の元へ戻りましょう。しかし今さら戻っても私の言うことなど。おや、
存外陛下のことを分かってないのですね。陛下はちゃんと理解してますよ、クレジッタ様の真意を。だから絶対に嫌ったりはしません。ですからとっとと戻って、もう一度ちゃんと話し合いましょう、陛下と、そしてあの子のためにも。あなたに言われてというのも尺ですが。わかりました。言いたよ、エージェント V。 子連れの身なりの派手な女性だね。ああ、探していた子連れの身なりの派手な。おっと、緊急事態だ、エージェント Q。 赤ん坊がいないぞ。緊急事態だね、エージェント V。 そこの身なりの派手なあなた、赤ん坊はどこにいるのかな。何なんですの、あなたたち。あの子の親ではなさそうですわね。あんたがそれを知る必要はない。赤ん坊を渡すんだ、それで全てが収まる。なんで。クレジット様、いかがなさいますか。確かに私もあの赤ん坊を疑っておりますが、でもだからといってこんなうさんくさい連中に引き渡すほどおバカではありませんか。それにここで赤ん坊を引き渡したとなれば、陛下の信頼は二度と戻りません。それだけは絶対に避けないと。困ったね、エージェント V。 あの人言うこと聞いてくれないみたいだ。これは力ずくになりそうだよ。やばいやばい。困ったな、エージェント Q。 手荒な真似はしたくないんだが、まあ仕方ない。秘書1号、あなたは陛下のもとへお戻りなさい。クレジット様はどうするつもりですか。私があいつらの相手をしますわ。え、陛下には赤ん坊を連れて逃げるよう伝えておきなさい。了解しました。どうか無理はなさらぬよう。無、もう一人の女が逃げていくぞ。仲間と合流するつもりかな。仕方ない、彼女は僕が追うよ、エージェント V。 ちょっとちょっと、誰が勝手していいと言いましたの。あなたたちのお相手はこの私ですわ。陛下にも、そしてあの子にも指一本触れさせはしませんわよ。威勢がいいな、身なりの派手な女性。見かけによらず肝が据わっているようだ。ええ、商人として成り上がるにはこの程度の修羅場の一つや二つ乗り越えてますわよ。ですが商売人は無用な血を流したくはありませんわ。ここはこれで手を引いていただけません。金。残念だけど我々に袖の下は通用しないよ。さあ、時間稼ぎはもういいよね。そこをどいてよ。バレましたか。ならあなたたちを倒せばいい、それだけの話ですわね。声が震えているぞ、身なりの派手な女性。相手の力量も測れない奴が足止めなどするもんじゃない。見る目がないのは悲しいね。でも僕たちも仕事だからさ、立ちふさがるなら容赦はしないよ。行くぞ、身なりの派手な女性。後悔してももう遅いからな。男二人相手に無茶にしたかしら。でも死んでもここは通しませんわ。お、戦闘は専門外ですわよ、本当に。あんなできる雰囲気出しておいてこの弱さ、詐欺じゃありませんこと。っていうか、その武器みたいなの何なんですのよ。本当に見る目がないようだ。我々が弱いということもわからないなんてな。本当だね、エージェント V。 僕らはお腹いっぱいでオネムのポメラニアンと互角だというのにね。負けたくせになんでそんな余裕ぶってるんですのよ。
とにかくあなたたちにはいろいろ聞きたいことがありますわ。おとなしく1から100まで答えていただけるかしら。袖の人はもう差し上げませんでしたよ。やれやれ、舐められたものだな、エージェント Q。 まったくだね、エージェント V。 僕らは誇り高きエージェント。そう簡単に口を割ると思わないでほしいね。本当？いいから話しなさいな。もっと痛い目見たいんですの？早まるな、身なりの派手な女性。誰が話さないなんて言ったんだ。我が身の可愛さにかけては誰にも負けない自信があるんだ。さ、何でも聞くといいよ。なんだ？あなたたちと話していると頭が痛くなりますわね。とりあえずあなたたちが何者か聞かせてくださる？エージェント、自己紹介が遅れたな。我々は古代遺物管理機構のエージェント。その名の通り、古代遺物の回収及び管理を行っている。怪物？古代遺物は物によっては超高位魔法すら成し得ない事象を引き起こす凄まじい能力を秘めた代物。扱いを間違えれば世界を壊しかねないんだ。なんと。それらを秘密裏に回収し世に出回らないよう管理するのが僕たちエージェントの仕事だよ。そんな重要な仕事をどうしてあなたたちみたいなポンコツに任せているかという疑問は置いておいて、うん、エージェントがどうして赤ん坊なんか追ってるんですの？端的に言おう。あんたが連れていた赤ん坊こそ我々が探していた古代遺物だからだ。信じられませんわね。どう見ても普通の赤ん坊でしょうに。本気でそう思っていないことくらいわかるよ。あなたは数々の不可解な現象を目の当たりにして、その原因が赤ん坊にあると気づいている。違うかな？我々は組織から逃げ出した古代遺物を追ってこの町にやってきた。ちなみに逃げ出した原因は僕たちがうっかり保管カプセルを壊したせいなんだけど、問題に関係ないから先に進むよ。大問題をさらっと流すんじゃありませんわよ。後で問い詰めてやりますから覚悟なさい。話を戻すぞ。古代遺物が現れるところ必ず混乱が生じる。だから我々は町で騒ぎが起きた現場に足を運んだ、うん、そして全ての現場でこの国の王女、身なりの派手な女性、地味な男女、そして赤ん坊の姿が目撃されたんだよ。普段の古代遺物は擬態能力を持つ。そう考えるとこの5人のうち誰かが古代遺物である可能性が高かった。そして調べを進めるうちに赤ん坊こそが古代遺物だという結論に達したんだ。本当？擬態？ちょっとお待ちなさいな。そもそもあの子の正体って。みーちゃん。いや、だからそうじゃなくて。なんであなたどうしてここに。え？見たか、エージェント Q。見たよ、エージェント V。 あの赤ん坊、身なりの派手な女性の足元に突然現れたよ。えぇ、あ、クレジットさん、よかった、ご無事でしたか。で、りっちゃん、こんなところにいたんですね。え、陛下？陛下こそどうして。事情は秘書さんから聞きました。クレジットさんが私たちを逃がそうと一人で残ったって。そうしたら突然りっちゃんが消えちゃったんです。なので皆さんは手分けしてりっちゃんを探しに、私はクレジットさんを助けに来たんです。妙な。まったく、私など放っておいて逃げてしまえばよろしいのに。それはダメです。だってあんなとこでお別れなんてあんまりですよ。もう大事な人がいなくなるのは嫌なんです。もし
また同じようなことしたら私すっごく怒りますから。あなたというお方はどこまでもお優しいのですね。はい、二度とこのようなことはいたしませんわ。なんかクレジット様もご無事でしたか。さすがしぶといお方です。しぶといな。のぞみさんたちはどうやら別方向を探してるみたいですね。やれやれ、着せずして役者が揃ってしまったな。そうですわね。いい加減聞かせてくださる、この子の正体を。クレジットさん、この人たち悪い人じゃ。確かに街で見かけたら職質待ったなしの怪しさですが、まあ悪人ではなさそうですわ。一応安心しろ王女よ。我々の任務はそこの赤ん坊、古代遺物自立型幸福具現機の回収だ。町や人を傷つける気はさらさらない。え、古代、え、りっちゃんが、つまりりっちゃんは人間ではない、そういうことですか。自立型幸福具現機だからりっちゃん。なるほど。で、何なんですの？その自立なんとかというのは。おっと、自立型幸福具現機はその名の通り、対象の幸福を実現させるために事象を具現化する。非常に危険な古代遺物だよ。わかりませんね。幸せを叶えることがどうして危険なんでしょうか。それはな、こいつは基本的に叶える対象や節度、状況などは一切配慮しないから。どんなものにも適量というものがあるよね。食品や薬だってどれほどいいものだとしても、取りすぎは毒になる。それは幸福も同じなんだ、過剰にもたらされる幸福は我が身は愚か、周りすら破滅へと導いてしまうんだ。文献によれば、大昔には世界最強の軍事力を望んだものの、扱いきれず自身の国を滅ぼしてしまった王も一人や二人じゃないらしい。確かに少し前の私でしたら、際限なく業をつくばって、やがては大変なことをしでかしてしまっていたかもしれませんわね。しかしわからないことがあります。幸せを具現化させるというなら、どうしてフォギーのような魔物まで現れるのでしょう。普通に考えればあれらは幸せとは程遠い存在です。そうですよね。りっちゃんはどうしてあんなことを。それはきっとあれらも含めて楽しいクリスマスだったからでしょう。クレジットさん、それはどういう。私気づいてしまいました。この子は私の願いを叶えていたんですわ。そう、陛下が喜ぶ幸せなクリスマスを実現してほしいという願いを。私の。クレジットさんが。一つ聞きたいのですが、この子は相手の思考を読み取る能力を持っているのかしら。ああ、対象者やその周囲の人間から情報を吸収し、より対象者の望む幸せを実現しようとする。なるほど、合点がいきましたわ。この子はサレンさんたちの楽しかったクリスマスの記憶を読み取り再現していたのですわ。彼女たちにとってトラブルや戦闘も含めての楽しいクリスマスだったから、魔物も再現されてしまったのですわね。そういうことだったんですね。確かに戦闘は大変でしたが、終わってみれば楽しかった思い出としてちゃんと心に残ってますね。陛下、それに
あなたたち申し訳ありませんでした。今回の一連の騒動は私が原因のようでしたわ。完全なる偶然とはいえ、知らぬ存ぜぬというわけにはいきませんわ。ですから、うやいっか、一応礼は言っておきますわ。ありがとう。でももう十分、ここでお別れですわ。あなたたち、この子を傷つけたりはしませんわよね。無論だ。我々は誇り高きエージェント、機械が相手とてそんな野蛮な真似はしない。だから丁重に扱うことを約束するよ。クレジッタさん、本当にいいんですか？ええ、いいんですのよ、これで。え？なんですの、この音。この子から鳴ってますの？何？エマージェンシー、エマージェンシー。幸福具現達成に困難な事象が発生。システムイレイズを起動します。りっちゃんが。何？変身してしまいましたわ。まずいことになったな。エージェント Q、これはまずいね。エージェント V、幸福具現のため速やかに障害を排除します。いかがかしら、このドレス。陛下に恥など欠かせないよう、シックで優雅にコーディネートしましたわ。え？もっとよく見たい？あなたにもこの服の価値がわかるよ。で、近い。近づきすぎですわよ。商品、催し、すべてこの目で選び抜いた一級品ばかり。必ずや陛下のお眼鏡にかなうはずですのに、なぜなんですの？やっぱり計画を一から見直すべき。いいえ、いいえ、どこかにミスがないか、まずは計画書を最初からチェックして。ほら、あなたも手伝いなさいな。そっちの山を頼みますわよ。不安のお気持ちはわかりますが、ここまで進んだ計画を今ひっくり返したら、経費がどれだけかかるかもお分かりでしょう。計算してお見せしますか。今さら大枠は変えられない以上、腹をくくっていただかないと。言われなくとも分かってますわ。ですが、これは陛下自らが私に任せてくださった仕事。万全に万全を期すためには労も金も惜しみませんわよ。まあ、慎重になってくれているのはいいことです。うっかり調子に乗った挙句、失敗してクビになっても困りますしね。あなたね、ただでさえ不安に苛まれている雇い主に縁起の悪いこと言わないでくださる？これでもし失敗して陛下のおそばにいられなくなったら、どうしてくれるんですの？私の心痛、あなたのボーナスをカットするだけじゃ補填できませんわよ。困りましたね、すっかりテンパってしまっています。私に腹パンや首根っこをストッとやれる技術があれば、クレジッタ様を落ち着かせて差し上げられたのですが。ちょ、秘書1号、物騒なセリフを吐きつつ腕まくりしながら近づかないでいただけますことかしら。大きな声が聞こえましたが大
ました、陛下。クレジット様がイベントへの不安から右往左往しておりますので、優しいお言葉の一つでもかけてあげていただけませんか。こら、余計なことは言わなくていいんですのよ。クレジットさんでも不安に思うことあるんですね。今回はクレジットさんを信頼してお任せしたのですから、思うようにパーンとやってください。なんと寛大で深いお心をお持ちなのですよ。いえ、もちろん前から知っていましたが、何度でも感動してしまいますわ。証人として確かな目を持つクレジットさんなら大丈夫です。私も秘書さんも信じてますから。ええ、信じてます。あなたいくらなんでも棒読みが過ぎませんこと、いつも以上に。でももし執務室で不安になっちゃうようでしたら、気分転換に街に出てみてはどうですか。街の皆さん、クリスマスイベントを楽しみにしてるみたいですよ。ありがとうございます、陛下。ではお言葉に甘えさせていただきます。現場を見ずして祭事の成功などありえませんもの。頭を冷やしてよりいいイベントにするとお約束いたします。失礼。助かりました、陛下。あの方はお金稼ぎに関してはピカイチですが、人を楽しませることはまだ経験値が足りませんから、本人の動きなどは見ていて楽しいのですが、いえ、それだけ真摯にイベントに取り組んでもらえてるってことですから。よければ陛下も町の様子を見てきていただけないでしょうか。一応クレジット様の頑張っている姿確認してあげてください。きっとモチベーションになるかと思いますので。わかりました。ついでにクリスマスが近づく楽しげな空気を味わってきますね。なるほど。力を得るためのアイテムが眠っているみたい。どんどん挑戦。うん。ということで、このクライベイビークリスマス、赤ん坊の世話など私には無縁なものだと思っていましたが、世の親御さんたちの苦労が身に染みましたわ。これは早急に子育て便利グッズをもっと流通させるべきですわよ。はい、前編お届けいたしました。次回後編をお届けしたいと思います。ぜひお楽しみに。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひアクセスしていただきフォローいただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。